はい、どうも、ともしです。今日ね、さっきね、闇の運び屋さんからちょっと訂正というかですね、訂正が入ったんで、その動画を撮っていきたいと思いますね。散歩くんの裏キャンスクショ、DM スクショなんですけど、あれはね、もともと、散歩くんと配達王子とニャガさんと EN さんが揉めた時の配達王子さんから流出した画像で、二重な騒動の前に流出してたんですね。で、それで、なんだろう、闇の運び屋さんが、あの画像を使った、ツイッターで使ったのは、散歩君がバイクのくせに、だらしないロングも行けよみたいな感じで言われて、自分は裏キャンしてんのにロング行かない、裏キャンしてるからロング行かないじゃんって思ったから、おめえ裏キャンしてんだろっていう意味で、もともと、少し前にね、流出してた散歩君の画像を持ってきたと。というわけであって、まあだから闇の服屋さんが流出させたわけじゃないんですよというところと、どうしてそれを使ったかっていうと、その散歩軍がバイクのくせにだらしねえらロングも行けよって言われたから使ったってことらしいです。はい。